なんてことはないんですけど、傘とか、自転車を警視庁カラーとか、警察カラーにしたら盗まれないんじゃないかなっていうふうに、最近思ったんですけど、警察カラー、白黒とか、ね、警視庁とかって書いて、書いてたら、それはなんか別の罪になんないですね。大丈夫ですか。盗まれる場合なんか捕まっちゃう。ちょ、小質問されちゃう。署から盗んだんじゃないかって。そうそうそう。紛らわしいのはダメなんじゃないですか。確かにそれは思いつかなかったですね。はい、すいません。あと、じゃあ次のネタいきます。次のネタ、はいはい、次はね、車運転する方はよく最近ホットな話題ってあると思うんですけど、横断歩道をね、歩行者優先だってことで、横断歩道にね、信号がない横断歩道に人が立ってたら車止まってあげなくちゃいけないっていう、ルールがあるんですよね。厳しくなりましたね、うん、まあ、以前よりはね、かなり厳しくなってね、止まんないとね、違反になるとかっていう、ルールになってるんですよね。はい、であれがね、なかなか大変なんで難しいんですよね。微妙なタイミングの時があったりとか、保護者の人がなんか微妙な立ち位置だったりとかするケースとか、タイミングが難しかったりね、するんですよね。でね、やっぱりね、自分が歩行者の時は逆に車に止まってほしくないなって思う時があって、もう先どんどん先行ってくれよって思う時があったりして、逆に譲ろうと思うんですけど、逆に車に乗ってる時は早く歩行者行ってくれよって思うような、なんかね、立場が変わるとね、なんていうか思いが変わるっていうか、なかなか気持ちがこうなんか似通わないっていうか、うまくね、うまくいかないなっていうのが、はい、よく思うところですね。はい、っていう、法律があるというのが警察ネタでした。はい、毎回このね、本館さんも出してますけどね、まあ、やっぱりね、人間のその本質にね、そぐわない規則だと思いますよ、僕的にはね。はい、というわけで、まあ、回れ右っぽい、右曲がれっぽい右曲がれ曲を次はやります。右曲がれ、なんでしょうね、曲があるんで、右に曲がれ、右側を歩け、あ、それね、そう、ウォークライトバックっていうね、全然意味違うんですけど、はい、その曲をやりましょう。